こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今日は何の話をしてくれるの？今日は最盛期から急激に没落した帝国、ポルトガルについて解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。霊夢はポルトガルにどんなイメージを持っている？火縄銃とカステラのイメージだわ。火縄銃か。それは1543年、現在の鹿児島県の種子島に漂着したポルトガル人によって、火縄銃という鉄砲が日本に伝わったんだぜ。鹿児島県とポルトガルは縁があるよね。ああ、ポルトガルは九州を通じて日本と貿易をするようになり、そこからキリスト教も流入したからな。鉄砲とキリスト教をもたらしたポルトガルは、日本の歴史を大きく変えたわ。この頃はイギリスやアメリカよりポルトガルの方が繁栄していたんだ。戦国時代の日本にキリスト教と鉄砲というアイテムをもたらすのは、ポルトガル以外にありえなかったんだぜ。そうだったのね。もっとポルトガルについて知りたいわ。ああ、かつて海上帝国として繁栄を遂げたポルトガルについて、詳しく説明していくぜ。ポルトガルの正式名称は、ポルトガル共和国だ。人口は1000万人、国土面積は約9万2000平方キロメートルだぜ。首都はリスボン、公用語はポルトガル語で、かつては植民地政策を進めていたから、今でもブラジルやアフリカ大陸のいくつかの国では、ポルトガル語が公用語として使われている。特に約2億人の人口を誇るブラジルで公用語となっているから、ポルトガル語を母語としている人は多い。へぇ、比較的メジャーな言語なのね。全言語の中でも7位から8位にランクインしているぜ。それだけ植民地が多かったのね。そういうことになるな。そしてポルトガルはユーラシア大陸の一番端に位置している。地図上の位置はすごく覚えやすいわ。近隣の国はよく知らないけど。ヨーロッパの左端にイベリア半島があって、その大部分を占めるのが、絶対主義国家として君臨したイスパニアとして名を馳せていたスペインだ。そのスペインを背に、大西洋に広く面している。ポルトガルは海洋国家よね。さらにポルトガルは EU がユーロを導入するタイミングで参加していた11カ国のうちの1カ国だ。現在も国内の通貨はユーロでしょ？ああ、また、スペインや他のヨーロッパ先進国とも位置が近いため、観光の目的で国外から訪れる人が多い。だからポルトガル人はポルトガル語以外の言語を話せる人も多いぜ。大陸だと数カ国語喋れる人が多いわね。島国の日本だと英語を覚えるだけで一苦労よ。それに観光客が多いなら、よく観光に訪れる国の言語を喋れないと商売にならないし。その通りだ。かつては大国だったとはいえ、ポルトガル語は欧州内ではメジャーな言語ではない。観光業で収入を得たいのなら、訪れる人がポルトガル語を学んでくるのを期待するのではなく、自らが多言語を覚えないと商売にならない。そこまで観光業に力を入れているってことは、それが成り立つだけの観光財源がポルトガルにあるのかしら？その通りだ。日本人の旅行先としてはあまり選ばれないんだが、欧州内では人気があるんだぜ。どうしてポルトガルは人気なの？他の欧州諸国と比べて治安が良く、経済も安定している。そして複数の言語が通じる国でもあるし、その言語的な背景があるからなのか。おもてなしをするのが好きで、コミュニケーション能力が高い国民性とされているんだ。旅行者にも親切にしてくれるのね。私も行ってみたくなっちゃったわ。ポルトガルはキリスト教国家として栄えたため、国内にはいくつもの宗教関連の世界遺産が残されている。キリスト教信徒の人や、史跡巡りが好きな人にとっては最高の観光スポットね。さらに、港町と地中海性気候を生かしたワインとフードに、魅了される人がとても多いんだぜ。海外旅行をする上で、食文化はとても重要よね。一日三食その国で食事するんですもの。そもそもポルトガルの主要産業には観光の他に、食品工業、農業、水産業がある。その中でもオリーブオイルや小麦の生産が盛んで、オリーブオイルは世界7位の生産高を誇っているんだ。ポルトガルといえばワインも有名じゃない？そうだな。ワインも世界10位の生産高だ。ポルトガルワインはコンビニでも安く買えるからいいわよね。安くて美味しくて、私も好きよ。でも、ワインはともかく日本だとポルトガル料理を味わう機会がないのよね。機会があったらぜひ食べてもらいたいぜ。特にタラ料理は絶品なんでしょ？ああ、世界を二分した一大海洋帝国だった頃から親しまれている。大航海時代に長期保存するために干したり塩漬けにして船に積み込んだ、という記録も残っているんだ。ポルトガルが世界の半分を制した時代はいつ頃だったかしら？スペインと覇権を競い合っていたのは知っているけど、そもそもイベリア半島の西端の一地域が、ポルトガル、となったのは、12世紀に、ポルトガル王国、が誕生してからだ。正式名称は、ポルトガル共和国、って言っていたけど、王国から共和国になったのはいつなの？
共和制になったのは近代になってからだぜ。まずポルトガルの歴史を4つに分けよう。ローマ帝国などの支配地域だった時代。ポルトガル王国が成立した時代。海洋帝国として繁栄した繁栄期。そして王政から共和制への移行を果たす時代だ。ローマ支配下、王国、一大海洋帝国、共和制ね。順番に教えてくれる？ああ。まずはローマ支配下から解説するぜ。戦死時代、現在のポルトガルを含むイベリア半島には、古代ケルト人や様々な民族が暮らしていたんだが、アフリカ大陸北岸に植民都市、カルタゴが成立すると、これによって支配されるようになる。カルタゴはローマ帝国とポエニ戦争で争った国よね。そうだぜ。紀元前264年から紀元前146年にかけての三度にわたる戦争によってカルタゴは滅亡し、イベリア半島の支配はローマ帝国に引き継がれることとなった。そして先ほども述べたように、イベリア半島には人種や文化の異なる多民族が暮らしていたんだが、ローマ帝国の支配下になったことによってローマ化が進み、言語もラテン語が基本となっていく。へえ、そういう経緯でラテン語が基本となったんだ。一時は繁栄を極めたローマ帝国だが、その衰退が始まると同時に、イベリア半島でも反ローマの勢力が力をつけ始めていった。5世紀にはゲルマン人が侵入して、西ゴート王国が建国され、イベリア半島を統一したが、7世紀に西ゴート王国を滅ぼしたイスラーム遠征軍によって、イスラーム勢力の支配下に入った。一度イスラーム化したのは知っているわ。でも、別にキリスト教の信仰が禁止されることはなかったのよね。利便性からイスラム教に改宗したり、ラテン語からアラビア語にくら替えしたりというのはあったが、このイスラーム支配下で、現在のポルトガルを含むイベリア半島地域では、文明がどんどん発展していくんだ。しかし718年から1492年にかけて、イベリア半島の歴史を語る上では欠かせない活動が始まる。718年から1492年って、774年もの間に何があったの？レコンキスタ、と呼ばれる。キリスト教勢力によるイスラーム勢力排除及び、国土回復のための運動だ。イベリア半島を征服したイスラーム勢力と、もともとその地域を支配していたキリスト勢力が対立したのね。ああ、この一連の運動の中で生まれたのがポルトガルとスペインなんだぜ。1139年にイスラム勢力の村人王朝を打ち破った、ポルカプーレ伯、アスフォンソ・エンリケスは、自らをポルトガル王、アフォンソ一世と名乗り、その地にブルゴーニュ王朝ポルトガルを打ち立てた。ポルトガルの始まりってことかしら？そういうことだ。初代国王となったアフォンソ一世はイスラム勢力を次々に排除して、イベリア半島全体のレコンキスタの進展に貢献したぜ。現在のポルトガルの首都であるリスボンも、十字軍の力を借りて解放し、13世紀までに自国内のレコンキスタを完了させると、それまで首都とされていたコインブラからリスボンへと首都を移す。最初からリスボンが首都だったわけじゃないのね。1297年には後のスペイン王国となるカスティーヤ王国との国境を確定したんだが、この時の境界線は現在に至るまで引き継がれていて、ヨーロッパ最古の国境線、と呼ばれている。ロマンがある呼び方で素敵だわ。つまりポルトガルはヨーロッパで最も古い歴史を持つ国と言ってもいいってことかしら？国境の推移を国の変化だと捉えるなら、そういう見方もできるだろう。後に王国から共和国へと移行したりはするものの、それは国の中での政治の変化の話だしな。国の形としてはこの時点で確定し、現在のポルトガル語がラテン語から派生して、広く使われ始めたのもこの時代からだ。そしてここからブルゴーニュ王朝ポルトガルは、一大海洋帝国へと進化していくんだぜ。どんな風に進化していくか楽しみだわ。15世紀初頭、アビス王朝ポルトガルのジョアン一世がアフリカ西海岸へと進出し、息子のエンリケ王子と共に、イスラーム勢力が立てこもっていたアフリカ北岸の都市、セウタの攻略を進める。通称、エンリケ航海王子のことね。ああ、こうしてポルトガルがアフリカへの進出を始めたことで、大航海時代が始まった。大航海時代の火蓋を切って落としたのはポルトガルなのね。少し意外だわ。大航海時代は、太陽の沈まない国である、スペイン帝国が先導したと思っていたわ。そう思う人も多いだろうな。だが、ポルトガルがそれに先手を打っていたんだぜ。この時代はマゼランやコロンブスのような、世界的に有名な冒険家がたくさん登場するわね。そうだな。ポルトガルにおける大航海時代で言うと、とにかくアフリカ攻略が要素として大きい。金と黒人奴隷という二つの巨大な資産を手に入れることができたもんね。ああ、資産という言い方は抵抗があるが、当時の価値観で言えば間違いなく黒人奴隷は資産だった。1444年には現在のナイジェリアの旧首都となったラゴスにヨーロッパ初となる奴隷市場を作るが、
同じく西アフリカへと進出してきたカスティーリャ王国との間で競争が激化する。だが、ポルトガルもスペインも、対立しているからといって相手に恨みがあるわけではない。お互いにとって最高のシナリオは、相手の国を出し抜いて自分が新世界を独占することだった。そんな都合のいい話は起きないわよ。その通りだ。そして最悪のシナリオは、お互いに足を引っ張り合っているうちに、新世界の戦略が遅れたり、別の国に攻略されたりしてしまうことだ。スペインとポルトガルはこのことについてどう考えたのかしら？初めからどの地域をどちらが攻略するか決めておけば、揉めることもなくなるからスムーズに航海が進むし、自分と相手の2カ国だけで新世界の利権を独占できると考えたんだぜ。相手より少しでも多くの利益を得ようと争って、どちらの利益にもならないという事態を避ける案ね。とても現実的でいいと思うわ。でも、なんだか商人のような考え方ね。この時代の冒険家は、新世界から得られる貴重な資源を、自国にもたらす商人でもあったからな。こうして1492年に締結された、トルデシアス条約によって、西経46度37分の経度線より東で新たに発見される土地はポルトガルのもの、西で発見されるものはスペインのものという取り決めがなされたんだぜ。すごいわ。本当にポルトガルとスペインが世界を二分しているじゃない。ああ。これによってスペインは西回りの航路でアメリカ大陸に到達し、そのほとんどを支配下に置いた。そしてポルトガルは東回りの航路でアジアに到達して新世界を開拓して、地中海を経由しないインド直通の航路を切り開き、香辛料を手中に収め、アフリカやアジアの各国、南アメリカ大陸のブラジルを手に入れた。あ、だから戦国時代の日本に鉄砲をもたらすのは、ポルトガル以外にありえないって言っていたのね。そうだぜ。日本史における戦国時代と、世界史における大航海時代は大体重なっているからな。こうしてポルトガルはアフリカの黒人奴隷、インドの香辛料、ブラジルからもたらされる砂糖。この3つの商品を主に取り扱って、首都リスボンは当時の世界経済の中心となった。その一方で、アジア諸国にはヨーロッパ先進国のものが流れ込んできたのね。日本史では織田信長が、南蛮貿易を保護して、南蛮文化が発展したってタイミングかしら。ああ。そしてポルトガルは手広く商売をして発展していったが、手を広げすぎたせいで、自分の限界を超えてしまったんだぜ。衰退した国は大体この過ちを犯しているわね。オランダやイギリスがインド洋貿易に進出すると、ポルトガルの販路が削られて衰退していった。さらに追い打ちをかけるように、時の王がイスラム勢力との争いの中で戦死してしまって、それまで続いていたアビス王朝が断絶してしまう。大ピンチね。それでどうなったの？ポルトガルは一時期スペインのハプスブルク王朝に併合されたが、数十年のうちに王政復古戦争を経てスペインの支配から再度独立し、新たなブラガンサ王朝が成立した。ポルトガルはスペインだったこともあるのね。数十年間だけな。下手するとそのまま王国滅亡もありえない話ではなかったんだ。滅亡を避けられてよかったわ。こうして誕生した新生ポルトガル王国は、イギリスとの経済的な協力関係を強めたんだが、衰退の過程でアジアの支配地はほとんど失ってしまったので、残るアフリカの植民地支配の維持には全力を注ぎ、なんとか海洋帝国の地位を保っていた。だが、ポルトガルに次の転機が訪れる。王政から共和制の移行かしら？その発端となったのはフランス革命だった。これは他国の出来事だが、この革命によって実権を握ることになったナポレオン一世がイギリスの孤立化を画策して、ポルトガルにもイギリスとの貿易禁止を命じたんだ。もちろんポルトガルはこれを拒否したんだ。ポルトガルはイギリスと経済的な協力関係を強めていたもんね。ああ、協力関係を強めて、スペイン併合からの再独立を図っていたからな。正直に言うと、経済的にかなり依存している状況だったんだぜ。そんな状態でナポレオンに貿易禁止令を出されても、うなずけるわけないわ。要求を拒まれたナポレオンは、ポルトガルの首都、リスボンに軍を派遣して占領する。これを受けてポルトガル王室や貴族、役人たちは植民地であったブラジルに避難した。だから1808年から1822年の14年間は、ポルトガルの首都はブラジルのリオデジャネイロだったんだ。身分が高い人が避難したのは分かったけど、残された人たちはどうなったの？現地でナポレオン軍に抵抗し続けたぜ。この戦争で王に従って暮らしていた民衆が、自分たちで物事を判断したり決定するようになって、王政からの脱却につながったのかしら？それも要因の一つだが、他のヨーロッパ諸国の政治活動や思想が、ここに来て浸透してきたというのもある。ナポレオンの失脚後はどうなったの？ポルトガル国内でも自由主義的な思想が台頭した。そして内戦を経て、それまでの絶対王政から脱却し、
近代国家への道を歩き出すんだが、ブラジルが帝国として独立したことで、ポルトガルの海外の支配権は弱まっていった。20世紀後半にはインドとアフリカに残っていた植民地も次々となくなり、海洋帝国ポルトガルは完全に過去のものとなった。スペインといい、ポルトガルといい、乗車必須が世の常なのね。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。